あは、2009年9月5日に、公開された日本映画。カスカ弁駅、西口南公園に所在する、草薙剛が植樹したどんぐりの木アニメ映画、クレヨンしんちゃん嵐を呼ぶあっぱれ。戦国大合戦を原案とした作品で、主演の草薙剛が演じる武士と、荒垣結衣が演じる姫のラブストーリーを実写化した。タイムスリープしてきた。 一家中心だった原案に対し本作は、戦国時代を中心に描いている。チラシやポストカードには、原案の主人公である、野原慎之助の絵柄がプリントされているものもあった。テレビ朝日系列では、プ・スマオ、はじめ様々な番組で宣伝が行われ、系列24局のアナウンサーが、安姫アナウンサーとして、PR を行った。原案であるアニメ、 クレヨンしんちゃんでは原案及び本作にちなんで戦国しんちゃんが放映された。本作制作のきっかけは監督の山崎隆がラストサムライのロケ現場を見学した際にその出来の高さに感心し、日本でも合戦を中心とした時代劇が作れるんじゃないかと思ったのが始まりであり、原案をあっぱれ。 戦国王合戦にした理由として、ダスト侍に対抗するためにジャンルを問わず自分が知っているストーリーの中で一番いいものを使いたかったからと語っている。撮影には、オールウェイズ三丁目の夕日と同様に、ワンシーンワンカットや VFX が活用され、山崎はオールウェイズの経験が生かされたと語っている。また、本作では合戦時に出血する場面がないが、 これは山崎の子供にも見てほしいという思いからである。山崎は脚本も担当しており、オリジナルのストーリーがよくできていたので、どういう風うに変えていくのかを考えるのが難しかった。オリジナルの良さを崩さないようにしつつまたべえと休み目の恋愛の部分を中心にする様にしたいと思ったので、脚本はかなり試行錯誤したと語っている。 脚本協力には監督の山崎の妻である佐藤志麻子とあっぱれ。戦国大合戦の絵コンテを原敬一と共に担当した水島つが起用されている。水島は山崎が高校時代に自主映画を撮っていた頃の一学年下の後輩という縁がある。風景も山崎の可能な限り既存のものには左右されず自分たちだからこそできるものにしたい。 本当に、戦国時代に行ったら、こんな感じだったという風景を見せたかったという、方針のもと、砦としての山城や戦のムードを追求している。本作の題名をバラードと命名したのも、山崎であり、その理由として、昔の銀遊詩人が弾いている音楽のような映画に、したかった。映画を見た人に、銀遊詩人の歌を聴いた人と同じような気持ちになって、 もらいたかったからと語っている。本作について、山崎は、観客の皆さんの心の中に深く入り、愛される作品になってほしいと、原案監督の原圭一は、初めに実写化の話を聞いた時は冗談だと思った。自分にとっても、初めての経験であり、とても嬉しかった。オリジナル制作時に諦めたシーンが描かれていて、悔しかった。 この作品をきっかけにして、このようなお話に興味を持ってくれる人がいたらいいと、それぞれ語っている。キャッチコピーは、守ることが、愛することだった。祈ることが、愛することだった。である。戦国時代の天正2年、命をかけて、春日の国の姫君、蓮を守り続け、その強さから、鬼のイジリの異名を取る、イジリ・マタベイという一人の侍がいた。 ある戦の日、一人の不思議な少年の出現により、マタベは命を救われる。未来から来たという命の恩人、川上真一とマタベは、一緒に過ごす中、徐々に絆を深めていく。一方、春日の国では、大きな難題が持ち上がっていた。安美目の美しさに目を留めた峡谷の主、大倉高虎が根気を申し入れてきたのだ。そんな中、 行方知らずとなった息子を探していた、新一の両親である佐子と赤月も、大きなクヌギの木の下で見つけた、新一の手紙をきっかけにマタベイのいる時代へと、タイムスリップしてくる。すれ違ってばかりだったマタベイと安目は、川上一家の存在に影響されて、自分の気持ちに素直になり始めたものの、時の流れは、春日の国の存亡のかかった戦いへと向かっていくので、あった。 ステラリカコによる描き下ろしで、アクションコミックスより観光。2009年度公衆10億円以上番組、日本映画制作者、連名2010年1月発表ハットスマップ草薙、つよしさんが、記念食事を行いましたかすかべし、ABCDEFG 映画パンフレットの山崎、機関特インタビューより映画パンフレットの原、K1 インタビューより、ありがとうございます。